列車の番号は前から1号車、2号車の順で、一番後ろが6号車です。これが近鉄特急の最新型車両、3月14日のダイヤ解説で出ました火の鳥でございます。ということで皆さんこんにちは、こんばんは、レオでございます。ここは近鉄の大阪難波駅です。今回は乗りません。ちょっとね、入ってきただけなんですけども、こちらが、プレミアム、シートということにございまして、高さがあるんですね。景色はね、ちょっと上の方から見ることができます。で、バックシールがついております。このようにリクライニングを下げても後ろの人には迷惑がかかりません。プレミアムシートの方はプラス900円で乗れたかなと思いますが、これはね、あのデラックスじゃないや、あのグランクラス、普通に上越新幹線とかで使われている E7 系のグランクラスの席にちょっと似てますね。バックシールもついてたりするところも似てますが、何より席の重圧感というか、そのようなものも、とてもグランクラスに似ております。こちらから少し見えますが、あちらにはロッカーがあります。あれは無料のロッカーなんですけれども、確かね、スイカでタッチすれば、開くんですね。スイカとか IC カードで開きます。で、その IC カードで鍵をかけます。まあお金はかかりません。 IC カードを使うんですけども、お金はかかんない、そのような、高性能なロッカーとなっています。あそこに少し見えますは、なんか自販機みたいな、コーヒーメーカーみたいなね、そういうものもあるんですよ。まあそれは乗った時のお楽しみということで、こちらが普通のレギュラーシートなんですけれども、そんなにね、高い値段でね、近鉄がそもそも安いので、安く乗れますけども、これもなかなかいいシートという感じになっております。レギュラーシートでも十分ですね。で、レギュラーシートでも実はバックシェルがついてるんですよ。本当にね、近鉄さんは後ろの席の人に配慮したリクライニングを、ね、快適にできるような作りになってます。ということで、ここは大阪駅、今度は大阪駅で特急のサンダーバードを見たいと思います。これも乗りません。サンダーバード乗ったことありますんでね、そちらの動画もぜひ見てください。ちなみにこれは和倉温泉に行く電車です。金沢行きは後ろに繋がれます。サンダーバード683系です。1号車はここグリーン車です。すげえグリーン車。Thank you.
これがいわゆるパンダ電車、クロス4号の新たな電車です。アドベンチャーワールドの、仕様になっております。クロス4号の、電車ですね。和歌山とか、そっち方面に出ます。これすごい目立つね。さっきパンダのクロス4号を見ましたが、あれはね、運行のあれが決まってるんですね。毎回毎回パンダではございません。これが普通のクロス4号です。ということで今回はそんな感じにしたいと思います。いろいろと撮ってきましたが、まあね、撮ってるだけの動画もあれなんで、次回はちょっとね、どの特急かに乗るかは次回のお楽しみにしたいと思いますが、京都まで向かいます。ということでご視聴ありがとうございました。